福島県代表、いわき市、福島県いわき高校2年、松本里奈さん。テーマは、希望の輪。私の故郷、楢葉町は、福島県の海沿い、福島第一原子力発電所の15キロメートルほど南にあります。原発事故のため、私は今もまだ楢葉町に住むことはできません。2011年3月11日、忘れもしないあの大地震が東北を襲いました。あの時、私は中学1年生でした。翌朝、とにかく南へ向かえという避難命令に従い、状況がわからぬままに町を出ました。1ヶ月間避難所を転々とした後、いわき市での新たな生活が始まりました。私は町に住むことができないという現実を受け入れることはできませんでした。そんな中でも私の心にはある思いが生まれていました。東北のために何かやりたいと。しかし被災者である私には何もできないのだと諦めかけていました。そんな時に私は OECD 東北スクールというプロジェクトに出会いました。これは岩手、宮城、福島の中高生約100人で東北を世界にアピールする活動です。2年半の活動を終えて今年の8月、私たちはフランスのパリでイベントを開きました。このプロジェクトに出会ったみんなとお互いの被災体験を話し、東北の復興について真剣に考えました。私自身のと向き合うきっかけにもなりました。すべてを震災のせいにして前に進めずにいた私が、震災前の自分をも超えてみせると思えるようになったのです。心の奥にしまい込んでいた思いを話すうちに、私たちはまとまっていきました。そしてチームはとなりました。和には人とのつながりという意味があります。みんなで一つになって東北の未来を作りたい、そんな思いが込められた一文字です。チーム名が和に決まり、みんなで肩を組み大きな和となって和と叫びました。それが私たちが一つになった瞬間でした。一人では何もできなかった私は、 OECD 東北スクールでたくさんの人と出会って変わることができました。今私たちには出会いが必要だと思います。それは震災の被害に遭った人たちのとの出会いだけではありません。日本全国、そして世界の方々もです。本音で話し認め合える仲間です。私はそんな仲間たちに出会うことができました。私は被災地や被災者という言葉が嫌いです。被災者だからかわいそうと言われるのが嫌です。東北の未来を本気で考える一人の人として見てほしい、そう強く思っていました。今もその思いは変わりません。しかし多くの人との出会いで少しだけ考えが変わりました。被災地、被災者という言葉に壁を感じていたのは、私たち被災者だけではありませんでした。東北のために何かしたい、そう思ってくださっている全国の皆さんにも不安があったことを知りました。東北のことを何も知らないくせに偉そうにと思われているのではないかと。東北のことを思ってくれている人がたくさんいるのに、その思いを無駄にしたくない。被災という言葉がある限り、言葉による大きな壁、それがある限り東北の本当の復興は実現しないと思います。
物が治るだけではただの復旧作業です。私たちが目指しているのは復旧のその先にある復興、東北への熱い心、何があっても諦めない心が持った人が集まり一つになればできないことはありません。 OECD 東北スクールには希望の輪というテーマソングがあります。これはシンガーソングライターの美和さんが私たちチームは全員の思いを聞き書いてくださった曲です。小学生中学生の皆さん、東北への熱い思いを持って私たち高校生の活動を超えていってください。おじいちゃんおばあちゃん、元の生活に戻れなくて辛いと思うけど、私たちがこれから頑張るからもう少し待っていてね。希望を捨てないで。お父さんお母さん、自分たちも辛いのに支えてくれてありがとう。これからは活動を頑張っていく私たちを応援してください。皆さん、あなたの大切な人を思い浮かべてみてください。家族でもいい、友達でもいい、その人と故郷について東北について語り合ってください。お互いの思いを恥ずかしがらずに伝えることができたら、それは小さな輪です。最初は小さな輪でもいい、その小さな輪と輪を少しずつつなげていきましょう。そしてみんなで一つの大きな輪になりましょう。東北の枠を越え、国境を越えて、みんなで素晴らしい東北の未来を作るために。ありがとうございました。